皆さんこんにちは、スイーツチャンネルのあんみつです。今日はローソンさんでいろいろ買ってきました。チームフル、パリムッシュ、生わらも、生杏仁、生バウム、チョコバナナワッフルコーン、フローズンパーティーチョコレート、ひんやり生パスタ、塩レモンソース、というわけで今日はこちらの8点をいただきたいと思います。それではいただきます。じゃあまずこちらワッフルコーンのチョコバナナいただきます。溶けないかずっとヒヤヒヤしてたんですけど大丈夫でした。うん、美味しい。しっかりチョコバナナの味します。ソフトクリームすごいふわっとしてます。美味しい。うん、めちゃくちゃ暑かったから癒されます。チョコバナナ味濃いです。コーンがすっごいパリパリしてます。ちょっとだけね、ほろ苦なコーンです。うん、甘いアイスと合います。うん、最後のところたっぷりチョコが入ってました。美味しかったです。お次はこちらいただきます。フローズンパーティーチョコレート。ストローもらってくるの忘れちゃったんで家にあるやつで。コアクッキーとカールされたチョコがたっぷり乗っかってます。中はだいぶ柔らかくなってるんですけど、シャーベット状のものかな。で、一番下がチョコシロップ。ちょっとどこからもらったか忘れた。ストローで。容器のまま電子レンジで加熱してお召し上がりください。加熱すんの？そうなんだ。500ワットで1分10秒。電子レンジ今調子悪いので、このままいただいてみます。美味しい。もうちょっと中がまだ硬いのでもうちょっとこのまま待ってみます。その間にひんやり生レモンパスタ、塩レモンソース、レモンが入ってます。私レモンのことレモンって言っちゃうんですよね。方言なのかわかんないんですけど多分癖だと思います。よくよく考えると変なんですけど言ってる自分としてはなんか普通なんですよね。これがレモンソース。食べ方特に書いてないので適当にやります。ソース、このフォーク結構好きなのでこれで食べます。結構ソース多いですね。ではいただきます。求めてた味だ。チキンコンソメの出汁を使ったニンニク入りの塩だれ、そこにレモンの酸味。美味しいです。これ夏バテしてても食べられそうな気がします。パスタ自体もそうめんぐらいの細さです。うん、美味しい。もう絞ります。あ、ミニトマトもいました。
レモンを絞った方が美味しいです。酸味が体に染み渡ります。玉ねぎの塩レモンソースがすっごい美味しかったです。ちょっとそろそろ大丈夫かな。あ、いけそうです。混ざる混ざる、ガンガン混ざる、クリーミーになってきました。ではいただきます。うん、美味しい。氷の粒入りのチョコレートドリンクって感じです。美味しい。うん、濃いです。美味しい。じゃあこれいただきます。生バウム、まだね食べたことなかったんですよ。これ以外は全部新商品ですね。モンテールさんで作ってます。うわすごい。生クリームの入った生地なので生バウムって言うそうです。ではいただきます。すごい柔らかいです。うん、美味しい。バウムクーヘン自体がすっごい柔らかいし、上にシュガーがかかってるのでより口どけがいいです。うん、おいしい。これおいしいです。バームクーヘンなのにすごい口どけが良くて美味しかったです。じゃあ生杏仁いただきます。なんか、あ、上にクリームがかかって下が杏仁豆腐っていう感じみたいです。いただきます。おいしい。あ、おいしい。意外と甘さ控えめ。杏仁豆腐の独特の匂いが好きな方はこれ好きだと思います。無性に食べたくなる時ありますよね。ミルクがちな杏仁豆腐っていう感じです。でもしっかり杏仁の香りはします。うん、飲み物みたいに食べれちゃう。うん、すごい柔らかい。ごくごく飲めちゃって瞬殺でした。美味しかったです。引き続き生わらもとろ生わらび餅いってみます。おー、どうなってるの。なんかクリームと下に透明なわらび餅が入ってます。ちょっと上のクリームだけ。ごめんなさい、ちょっと途中から取れてなかったです。あのね、すっごい美味しかったです。これめちゃくちゃ美味しくて感動して食べてました。丸々1個の大きいわらび餅が入ってて、その上に甘さ控えめのホイップって感じ。わらび餅がすっごい甘くて口どけが良くて美味しかったです。ちょっとね、ローソンさん遠いのでもう一回買いに行くのができなくて申し訳ないです。
次こちら、チームフルいただきます。スフレふんわりワッフルって書いてます。わーすごい、え、すごくないですかこれ。なんか作りが凝ってる。真ん中にレアチーズ、横にホイップクリームっぽいです。じゃあいただきます。口どけのいいワッフル生地にちょっと酸味のあるふわふわしてシュワッとしたチーズホイップ、おいしい。あっという間に口の中で溶けていきます。外側のホイップもこのチーズにすっごい合うホイップです。美味しかった。やっと吸いやすくなりました。チームフル美味しかったです。最後パリムッシュいただきます。みたらしっぽい匂いがします。カラメルが上に乗ってるんですね。パリパリの生地にとろっとしたプリンクリーム。こんな感じに入ってます。いただきます。外側の生地がすっごいザクザクしてます。香りがお砂糖焦がしてるのでキャラメルポップコーンみたいな味です。美味しい。中のクリームはカスタードっぽいんだけど、なんだろう、プリンクリームっていうのが入ってます。美味しい。すごい膨らんでるのでクリーム少なく見えがちですけど、ちょうどいいです。中にとろけるプリンが入ってるような感じです。結構甘いので、甘いの食べたい方はこれ1個でも大満足できると思います。パリムッシュめっちゃ美味しいです。今日全部美味しかった気がする。今日もランキングつけるの大変な感じですけど、ここにランキングつけておきます。本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画を楽しんでいただけた方はグッドボタン、よろしかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。